はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。今日はですね、ちょっとネタバレかもしれませんね。うん、えいしんくんが発見したですね、あることをちょっと試してみたいと思います。うん、それは何を使うかというと、こちらの、仮面ライダードライブのデラックスドライブドライバー。それと、妖怪ウォッチの妖怪バターね。そうだね。この2つを使います。うん、何をするかというと、こちらの妖怪パッド、デラックスドライブドライバー、両方ともですね、赤外線通信ができるんだよね。バン、どっちも監視がバンダイで同じなんだよ。まあそれもあるし、赤外線通信ができると。で、こちらのね、妖怪パッドの中にサトリちゃん通信っていうのがあるんだよね。うん、それで、こっちに信号を送ると、うん。そうするとどうなるのかということですね。うんうん、じゃあ早速やってみましょうか。はい、これからですね、本当にネタバレになるので、見たくないって方はここで動画ストップしてください。はいはい、はい、今見てらっしゃる方はネタバレ OK ってことですよ。はい、大丈夫ですね。はい、はい、ではやっていきましょうか。はい、ではまずドライブドライバーの電源をオンにしますね。はい、次に妖怪パッドの電源をオンにしてください。それで佐藤ちゃん通信をオンにしてください。で、プルフを送るだね。はい、はい、あ、もらう、送る。はい、これで持ってってくれる。この状態でドライブドライバーをオンにします。はい、それでお願いします。来た、タイヤ交換。タイヤ交換、なんだ。何これ、カラフルカラフルって。ねえ、カラフルカラフル、カラフルカラフルって何なんだろうね。カラフルコマちゃんのカラフルの最初は一緒なんだけど、カラフルが分かんないね。そうだね。じゃあ次行ってみましょう。はい、ほっ、グッドゼロフォーって言ったね。グッド、グッドは意味分かんないよ。じゃあ次行きます。何？え？何？わかんない、今のなんかすごかった。もう一回いきます。もう一回いきます。なんだ？タイヤ交換。ローリンガシャポン。ローリンガッシャポーンだったね。ローリンガッシャポーン。はいはい、そんな感じで、なんか聞いたことのないような音声が聞けちゃうんだよね。うん、これは大変びっくりしましたね。うん、まさかこの組み合わせで聞けると思わなかった。うん、何なんだろうね、ガシャポンとか。何なんだろうね、そんなドライブが出てくんのか。うん、カラフルカラフルなんてのが出てくんのか、すっごく興味あるけど。うん、そういうシフトカーが出てくるのかね。出てくるのかもしれないね。うん、まだ何とも言えないけどね。うん、はい、ということで今回はですね、我々としては多分初めてかな、こういうネタバレ的な動画やるの初めてですけども、うん、やってみましたね。ちょっとすごい驚いたんでね、エイジ君よく発見してくれました。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。